はい、皆さん、ポコラチは今日はですね、僕、コミチン一人なんですけど、いや、一人じゃないんですよ。スペシャルゲストが来てます。どうぞ。どうもマグニーでーす。マグニーさんです。イエーイ。なんか、ルンルンしてる、ルンルンしてる。あ、いいな。I love you. ちょっと離れようかな、反省。今日はですね、はい、マグニーさんをお招きして、ありがとうございます。ユニゾンリーグというアプリで、はい、遊んでいこうかなと思います。お願いします。もうやってる人も多いと思うんですけど、はい、ユニゾンリーグっていうのは自分のキャラクターをとにかく強くしていって、うん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 、いざ戦う時になったらみんなでワッとこう協力して戦うっていうゲームなんですけども、はい、このアプリ何が面白いかっていうと、はい、装備が自由にできるのはもちろんなんですけど、見た目、このアバターっていうんですか、はいはい、自分の衣装をこう好きにカスタマイズできるのが、そうですね、なんかお互いのこうファッションショーみたいな。そうですね。それ同じになっちゃいがちですもんね。そうなんですよ。なるほど。すごい、なんかたまにギャグっぽい人もいたり。ああ、じゃあいますよね、たまに、はい、うん、ゴリゴリのこう戦士みたいな人いたり。ああ、います、まあ、その辺がいじれるんで、そういう楽しみ方もありますよね。あると思います。はい、はい、じゃあ装備を引けるガチャをせっかくなんで、はい、マグニーさんと一緒に引いていきたいと思います。ガチャッガチャッ。はい、というわけで、ガチャですね。はい、今日は、まあ、せっかくなんで、10連を3回ぐらい引いていきたいと思うんですけど、一応ですね、大当たりは SSR、はい、UR が一番こう最終進化の。あ、そうですね、ウルトラってことなんですかね。そうでしょうね。ね、レアですね、R はね。そうですね、はいはいはい、で、これがでもガチャで出るときは SSR が進化前なんで。そういうことですね。最高レアリティなんですけど、進化させて UR をゲットすると。そうです、そうです。なるほど。なので、SSR をはい、狙いましょう。バシッと狙っていきましょう。お願いします。ガチャ回します。で、この時ですね、はいはい、ステップアップで、はい、虹色までいったら確定なんですよ。あー、なるほど、色がね。なんでもここで、どこまで、何色までステップアップするか。なるほど、パワーをどれだけ込められるか、はい、そうなんですよ、うんうん、タップでエネルギーをチャージ。せっかく来たので、もう僕のパワーをね。あ、じゃあ最近、じゃあマグニーさん、タップしてもらえますか。いいですか。はい、いきますよ。やめとこうかな。この30年俺に任せていいんですか。いや、最初の10年もじゃあどうぞ。いいですか。はい、ありがとうございます。お願いします。 SS、 あーる、あーる、もう一回、よっしゃ、おった、おわ、来た、おお、あ、1個虹ありますよ。来ましたね。これは SSR 確定じゃないんですか。確定です、確定です。なんだろう、なになに、超レア。おありがとうございます。女の子っぽい。かわいいやつ。でも強いんでしょうね。女子力が高い。女子力上がりましたね。かぁ、やった、なかなか持ってるじゃないですか。よかった。次僕引くのなんかちょっと緊張しますね。いやー、マグニーさん、一つ出しましたんで。そうですね。二つ出したいと思います。あ、わかりました。はい。いきます。はい、来い来い、この次、あー、次、うそー、もうちょい、いや、でも三つまでいきましたね。え、ここからステップアップとかないのかな。なんか、なんか殻がパインと割れてみたいなね。そうですよね。あってほしいですよね。来い、ここで ないのかな。ない感じかな。タッタタッ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 、なんかね、あ、俺、あ、あとバナナ。いや、バナナいいっすよ。あ、ピコピコハンマー。あ、かわいい。これだから装備したらかわいいです。ほんとですね。チョケれるじゃないですか。あ、バナナ装備したいな。バナナ装備してる人見たことあるんですか。何かなって思ったんですよ。あ、それですね。ガチャで出したんですね、多分。うわぁ、これはいい。でも、そうですね、それ、うん、バナナ装備しようか。バナナ装備してください。さっきのタキシードにバナナでいきましょうよ。じゃあ最後のガチャなんですけど、はい、今までさっきまでのレアガチャとは別で、うん、なんか初心者だけが引けるガチャがあるんですよ。あ、なるほど。なんかビギナー応援10連、あ、確かに、 UR1 点確定って書いてあるんで、確定、これは欲しい。これ最高じゃないですか。最高ですね。多分1人1回しか引けないんでしょうね。そういうことなんでしょうね。行きましょう。はい、武器だけじゃないんでしょうね。さあ、これじゃあ僕最後引かせていきますよ。はい、でも SSR じゃなくていきなり UR で出てくるってことですよね。美味しい美味しい美味しい。じゃあここでのステップアップはもう確定ですよ。よしよしよし。ああ、そうかそうか、心配する必要ないんか。はい、確定なんだから。
うわー、一番最後なんですね。一番最後なんだ。俺でいいとこ取ってるわ。持ってますね、最後に持ってくるっていうの。UR 最後。はい。なんだろう。すごいですね。あ、かわいい。これもかわいい、ね。ペロキャンディ。ペロキャンディ。またパンダだ。パンダですね。さあ、この次ですよ。ドキドキしますね。次。なんだろう。モンスターだと嬉しい。ああ、でも強い。ああ、なるほど。よしよし。はい、というわけで、じゃあ今からですね、実際のバトルの方ですね。はい。クエストの方に行ってみたいと思います。行きましょう。はい、じゃあこれが実際のバトル画面なんですけど。はい。来ましたね。真ん中にいるのが僕で、上がマグニーさん。はい。で、あとは、今回コンピューターの方が3人入ってるんで、はい。こんな感じの画面ですね。そうですね。右が、プレイヤー、左が敵っていう風で、はい、下に攻撃コマンドがあるんですけど、はい。コマンド、まあ、一番右が通常攻撃。はい、通常攻撃。すると、まあ、通常攻撃。はい。あとのやつが、まあ、特殊な、アビリティって、まあ、攻撃の仕方ですね。ここを、うん、この、アビリティをどう組み合わせるかが、あ、なるほど。結構難しいですよね。あ、そういうことですね。順番とかもあるでしょ。はい。何から入れていくか。で、実際にじゃあやってみましょう。はい。通常攻撃が2000ぐらいしか食らわないに対して、アビリティの攻撃に関してはもう3万4万食らう。あ、なるほどなるほど。だいぶ強化しましたんで。で、そこで、自分が強くなってヒーローになりたいっていう人もそうですし、いや、自分は回復役でいるんだっていう。ああ、わかりますよ。人もいますよね。すごいわかる、わかる。とか、相手のその、攻撃力とか防御力下げ、もう邪魔するのが好きみたいな。そうですね。デバフを入れるのが好きみたいな。デバフいますよね。その辺すごい性格が出ますね。わかります。遠くが来ていたい。回復専門でいい。ね。あとは、簡単な、コミュニケーションですね。あ、こうスタンプ。これめっちゃくちゃ可愛いじゃないですか。燃えてるぞほら、これマグニーさん。うわ、行くぜ。ポコニャチは。マグニーさん、ポコニャチは。あ、すごいマジか。あらかじめ定型文変えれるんで、友達になるときは、こういうことやっても面白いんじゃないですかね。すごい、はい、定型文も作れるんだ。定型文作ってきますよ。すごい。ワンタッチで入れれるんで。はい、僕らだったらもう、あいこくや、ポコニャチは。なるほど。キエーすげえすげえ。あ、もう、ボス？ボスですね。気づけばボスですか。グー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 で、攻撃の仕方が、まあ、使ったアビリティに関しては、はい。一定時間使えないんですよね、同じアビリティは。フルタイムがあるんですね。はい。フルタイムはそれぞれ違って、あと、その、アビリティの弾の、はい。右に書いてある数字、13とか20とか12。書いてますね。これがその、アビリティを使うコストで、あ、なるほどなるほど。左下にこう今95、溜まってるやつ、はい、100まで溜まっていくんですけど、なるほど。これを消費しながらアビリティを使っていくっていう感じですね、はい、アクティブな戦闘システムだ。連続で攻撃しすぎると、自分の攻撃がもうできなくなっちゃう。あ、そういうことか、そういうことか。はい、何もできない間ができてしまう。そうです、そうです。そこはだから押しすぎ禁止。じゃあ最後、あ、はい、ユニゾーンチャージっていう、来ました。これがですね、めちゃくちゃかっこいいやつですね。はい、これがあれ、はい、ユニゾーンっていう、まあ、なんですかね、このみんなで一緒に攻撃するっていう今やつですね、うんうんうん、そうですよね。みんなそれぞれ、こういうモンスターを持ってまして、はいはい、これを合わせて敵に攻撃してるわけですね。そういうことですね。皆さん装備できるんですよね、この、はい、モンスターをね。で、属性が一緒だと最後さらに強くなるんで、はい、はい、っていうのが、まあ、バトルですね、はい。本当は、今のなんですコンピューター3人入ってましたけど、はいはいはい、友達5人とか、あ、なるほど。中には9人で行くクエストとかあるんで、盛り上がりますね。はい、クラスみんなで行ってめちゃくちゃなりそうや、はい、集まんなくてもあえてコンピューターの方が入ってくれるってこと。コンピューターの方、コンピューターで入ってくれますんで、僕みたいな一人ぼっちの人でも、いやいやいや、大丈夫なんで、みんな、そうそう、友達いなくても大丈夫だよ、はい、大丈夫です。で、知らないその他のプレイヤーの方も入ってきてくれますし、はいはいはい、やってと思ったんですけど、うん、意外と強い方が優しいんですよ。あ、なるほど。めちゃくちゃ強いのにめっちゃ助けてくれるんですね。フレンドになってくれたり、
優しい方が多いんですよ。ありがたいっすね。はい、なんかそういう文化があるみたいで。優しいんですね。初心者に優しいアプリだと思います。なるほど。で最後に、これですね。はい、実は PVP もできるらしいんですよ。なるほど。プレイヤー VS プレイヤーで。怖え怖え。俺らやっていいんですかそれ。で、一応ですね、本当は5対5で、はい、対戦ができるんですけど、はい、まあ、今日はマグ兄さんと、はい、すいません、男と男の勝負ですね。一騎打ち。はい、はい、一騎打ち。まあ僕は普段赤い悪魔と言われてますんで、ですね、ちょっとレッドチームに入らさせてもらって、マグさんブルーチーム、はい、ブルー入ります。エントリー準備 OK。特に罰ゲームとかはないですけど、ね、お互いのプライドをかけてね。そうですね。メンタルをかけて。はい、ここまでお互い裏で強化し合ってきたはずなんで、そうですね。その成果をちょっと見せ合うという出し合いましょう。そうですね。行きましょう。はい。来た。いや緊張しますね。緊張しますね。対戦まで4秒、3秒。まあ、僕バナナですからね。バナナ。バナナ。弱そう。弱そうですね。弱そうなバナナなんかも。バナナの皮を投げ合うみたいな。やばい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 。待て待て、俺も行くぜー、ゴー。あー、ちょっと全然聞いてない。なんでなんで、バナナやのに。いやー、バナナの力は偉大ですね。そこ力ですか。おー、結構、ちょこっと食らいますね。俺はやれるんじゃないか。よし、支援系のアビリティがいっぱい。最低、先に使いすぎるとさっきのコストがなくなってるはずなんで。途中からもしょぼい攻撃しかできなくなる。普通の攻撃オンリーになるっていう。はい。コストが全然。あ、でももうちょっと、もうちょっともう倒せる。いや、ちょっと待って、回復。そんなアビリティない。いけ、倒せる。いけ。余裕にぞ。頑張った。頑張った。うわ、ちょっと待ってくれ。全然無理。強すぎます。惜しかった。っていうふうに友達同士だと。これは盛り上がるでしょうね。楽しいですからね。楽しいです。汗かきましたもん。ほんとっすね。はい。で、まあ勝った負けたとかあって、また1週間後にやろうぜとか。そうです。面白そうですね。伝えとけよみたいな。負けんぞ次はっつってね。はい、っていう楽しみ方もあるんじゃないでしょうか。絶対楽しいと思います。はい、という感じで、はい、まあ友達ともやっても楽しい、自分一人でやっても楽しい、はい、で、さらに結構なんかヘビーユーザーの方が喜ぶような、僕まだ行けてないんですけど、東人の塔っていう、なんかすごいやり込み要素もあるみたいで。ああ、そうなんですね。はい。で、うち、あとメンバーが、兄貴とヨシさん、はい、いますんで、はい、この後ですね、二人にも、進めて。あ、いいですね。はい。今度4人で行きましょう。やりましょう、そうしましょう。はい。ぜひ。その時までもうちょっと強くしといてください、ね。すいません、伝えておきます。すぐ鍛えておきますから。そうですね。はい。なので、どんどん、友達と一緒に、みんなも、やってみてください。はい。まあでも僕的には、このバナナを装備して、いや、思いますね。楽しめるっていうのが、それね、結局、見た目で強さを予想できないっていうところが。そうですよね。ね。逆になんかすげえ強そうなのに全然活躍しない人とか。そうそう。そう、ギャップが面白かったりしますよね。わかりますわ、それは。はい。皆さんもぜひ、動画概要欄に、リンクが貼ってありますんで、そちらからぜひ、遊んでみてください。じゃあ、最後、マグインさんがありますか？みんなも、はい。楽しんで、ぜひ、やってください。やってみましょう。やってみましょう。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。